ルーカス・クラナッハによる1550年頃の作品ザイルマッチドカップルトロフィーワイフは男性が己のステータスシンボルにするため結婚した女性。男性は社会的に成功している場合が多い。しばしば軽蔑的な用法で使われる。この言葉は当のトロフィーワイフには肉体的な外見的魅力だけで無知または純粋であり。 魅力的であり続ける以外にはほとんど価値はない女性を意味する。ある意味で、金銭、社会的地位を武器としている男性と交際、結婚している女性のため、ゴール、ドディガーと同義であることを含ませるときにも使うことができる。トロフィーワイフは、社会的知名度のみある場合と若く見た目が良い場合、その両方を兼ね備えている3パターンある。夫の方は必ず金持ちで、 社会的成功者であり、多くの場合は容姿においては、当該女性より劣る。男性側のトロフィーハズバンドという言葉もあるが、滅多に使われない。この言葉の語源的起源は、諸説ある。一つの主張は、トロフィーワイフは、もともと1950年発行のエコノミスト新聞に掲載されたものであり、戦闘中に妻として家へ持って帰る最も美しい。 女性を捕まえる戦士の歴史的習慣に言及している。ウィリアム・サファイアはトロフィー・ワイフという用語はフォーチュン氏の編集長ジュリー・コネリーにより1989年8月28日号のカバーストーリーで造語され、すぐに一般的に使われ出したと主張している。作家のトム・ウルフはしばしばこの言葉を造語したとされていたが1996年に ブラウン大学で行われた講演で否定した。この講演の中でフォーチュン氏のそれほど前ではない記事が元であるとした。多くのソースがこの言葉が以前に造語されたものだと主張しているが、この言葉に関するサファイアの記事への簡単なオンラインアクセスにより、多くが1989年8月28日に初めて使われたと考えることになった。しかし、 この汎用語は1965年の出版物の中の引用に見られ、ここでは明らかにバーナード・マドフの妻を指している。トロフィー・ワイフという意味のラテン語、トラピア・ムックスアはギリシアやローマ起源の多くの脚本に登場し、その使用は一世紀前半まで遡る。ダイプリニウスによる博物誌にその妖例が見つかるが、おそらく今日の意味には近くなく。 破れた敵によりローマの征服者に送られた蜜ぎ物の一部としてのトロフィーの女性を指していた。ノートルダム大学の社会学者エリザベス・マックリントックは現代社会におけるこの現象は他の研究が示しているよりも一般的なものではないと考えている。ありがとうございます。